はい、こんばんは、ネスです。今日から始める B ハザードやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ本日第一発目ですね。早速やっていきましょう。まあいつも通りまったりダラダラと。というわけで、ちょっと画面の方を出していきます。まあ、あの BGM でピンときた方は多いでしょうけども、なんか放送画面の周りがいつもと違う。放送画面の周りがいつもと違う？ん？あれですかね。ホラータグついてるからかもしれないです。ホラータグ入ってるからか。あ、っぽいですね。というわけで、右側さんいらっしゃい、こんばんは。今日はアベマの方とアベマネスファクトリーオブ A と同時配信ですね。まあ、そういうのもタグに入れていった方がいいか。さあ、みんな大好きあのゲームですよ。3個目さんいらっしゃい、こんばんは。みんな大好きプッカ。みんな大好きプッカ。ボディーハザー出ました。ヒューマンがお送りするサバイバルホラーアクションボディーハザード、本日堂々の開幕です。よし、じゃあ早速いきましょうか。まあこれもずっとやりたいやりたいと、ずっとやりたいやりたいと思っててなかなかできてなかった一本ですけども、今回ようやくできることになったんで、やっていきたいと思います。まあ、早速オプションコンフィグ見ていきましょうか。まあ、やりたいと思ってましたけど完全初見プレイなんでちょっと画面暗いですかね。両ゲーっぽい。わら、充実したキーコンフィグ。そうですね。まあ、とりあえずノーマルでいきたいと思います。で、あまりにもちょっとぬるすぎたら、もしかしたら変えるかもしれないですけども。まあ、こういうゲームは地雷の可能性がかなり高いですからね。まあ、ちょっとコンフィグ見ていきましょう。ライトパンチ、ライトキック、レフトパンチ、レフトキック。一応難易度としてはイージー、ノーマル、パーフェクト。まあ、パーフェクトっていうぐらいですからプロフェッショナルよりもさらに上っていう感じしますよね。こういう地雷はほんまに下手に手出しちゃいかんので、まあ、とりあえずノーマルでいきたいと思います。まあ、思う存分楽しんでいきましょう。で、このアドベンチャーモードですね。なんとこのゲームパスワード式です。キュア。7個目さん、9個目さんいらっしゃい、こんばんは。もう妖芸臭さプンプンしますよね。新たな刺客B ハザードですよ。ボディハザードですよ。あ、BGM。こ
のローディングバーが行ったり来たりしてますけど大丈夫ですかね。Search of shelter and answers. 何のことやわからへん。左上にはマップの表示。目覚めた時にはどこか、ネスさん翻訳して、いつなのかどこなのかわからない場所にたどり着いていたみたいなことですよ多分。主人公ブレイクハンターというマーシャルアーツの世界チャンピオンですね。わっ、ジャグリングしてる。暇を持て余してジャグリングを始めました。あ、バイオシステムですねこれ。上で前進でこうくるくる回る。しゃがみ。ワコーツ、これバイオなんですか？これはボディハザードですね。12個目さんいらっしゃい。こんばんは。ん？あ、これか。空手家システムですよ。構えないと構えないと、あの臨戦態勢というか構えないと攻撃できない。おお、ステップありますね。見てください、この豊富なカメラアングル。構え戻すのどうすんねん。ジャンプジャンプ。あ、こうか。わかったわかった。No way. No way. なるほど。俺様は見事に釣られくまみんな大好きボディハザードですよ。なんか倒れてんのかあれ。すでに体力減ってね。うわ、ほんまや。やばいやばい。時間切れとかあるんですかね。ガードどうすんやろ。うわ、歩き方いいなこいつ。こんな威風堂々と肩で風切って歩いてますよ。ファン。いいですね。あ、これがメニュー欄かな？
どうやって使うんやろ。あ、こうか。ちょっと体力やばいですね。さっきでも2個と3個目取ってるはずやねんけど、1個なんか勝手に使ってますね。おらおら、やばい。ああ、なるほど。同時押しでなんかこう技っぽいもんが出てますね。あ、絶対やばい。あいつ空手か思い出す空手か思い出しますね。うわ、めっちゃステレオ。せいや、動物虐待、これは申し開きできませんわいや、あれゾンビなんで大丈夫です。見たか。よしよし。これちょっと体力やばいですね。一回使うか。ここでハーブ使っておきましょう。えらい明るい楽運式ですね。そうですね。ちょっとでもあれかな、画面上では暗く映ってますかね。僕が見てる映像ではかなり、これなんかちょっと南極とか北極みたいな流氷の上で戦ってるような。うわ、アングルになれへんな。バク転が。ほらこの黄色い玉なんなんやろ。BGM はちょっといいですね。自分はなぜここにいるのか、そしてここがどこなのかも分かってない状態。この堂々とした歩き方、ダッシュしてみるか。落ちたりせんよな、これ。構えてる状態では落ちるとかあるんですかね。あ、でもこれ臨戦態勢に入ってないとあれかな。何、あ、間違えた。×ボタンで決定とかいう、あの、パワープロシステム。No way。あ、こうか。道がわからんな。まあ、これ、オーバーブラッド。サイバネティックエンパイア、オーバーブラッド2サイバネティックエンパイアに続く神ゲーとしてチョイスしたんですけど、今回のっけからも神ゲーですね。道が見えんな。
一番初めに起動した時にネスさん地雷だって言ってたの忘れてませんよいや神ゲーですよこれは、紛れもない。あれなんでダッシュできる。うわーこのポーズ真似したくなるなー。あーこっちや、絶対こっち景色に笑ってまうな。この広大なマップ、やばいやばい、自分が今どこを向いてるかもわからんような状態。そしてこの妙に重量感のある音。ブーブーちゃんさんいらっしゃい、こんばんは。今日から始めるボディハザードですね。あーコンボが気持ちいい。これコンボ気持ちいいですよ。マップがわからんな。てかこの体力の減りをまずどうにかしたい。てかあやっともた、またなんか無駄にアイテム使ったな。これ来たところか、違うよな、違いますよね。あ、こうか、これでやっとダッシュ。ダッシュがめっちゃ遅いですけど、何でしたっけ、このサターンにもタイムなんとかってありましたよね。タイムコマンドやったっけな、あれっぽい雰囲気もありますね。やばいやばいやばい、ほら反対に回りそうになる。くるっと反転できたらいいねんけどな、これ。あ、でもこれちょっと寒さマシになってるんちゃうかな。体力減ってますかね。そのアイテムだらけ。この赤いマップは？しまった。こっちが構える前に。変わり方で今自分がどっちから来たんか見失いますね。これこっちでやってんのかな。
ちょっと画面暗いですかね。ちょっとだけ明るくしますね。あ、ちょっと一旦。よし、これでいいか。よし、こんな感じでどうですかね。あれ？アベマの方おかしなったかな。ちょっと待ってくださいね。おかしなってますね。ウィンドウキャプチャーで、よし、これで。これで大丈夫かな？よし、じゃあ続きやっていきます。No way. 体力の減りなくなりましたよね。寒い場所におったからかな。後ろに。ほら。やばい、囲まれ。画面か。あ、そうか。こっち忘れてました。すいません。よしよし。究極大ピンチですよ、これ。無限湧き、無限湧き。この足技。いやでもなんかこう後ろに確認する顔とか結構リアルやな。前向いて攻撃しながらもこうパッと後ろ見るとか。力の戦闘シーン、やばいやばい。これがジャブか。ちゃんと敵も避けてきてますね。これ終了まであと3分になりました。ジャンクロードバンダムみたいな蹴りそうそうそう、マーシャルアーツ世界チャンピオンらしいんで、このブレイクハンター。ほら、よしよし、謎の三角形。あ、これ取ったらあれかな、隠しアイテム出現みたいな感じですかね。回復アイテムが。敵はよく訓練された兵士に見えるんですが敵は一体何なんですかね。まだそのこのボディハザードの謎にも
全く迫られてないような状態てか ちょっと怖いことに気づいたんですけど、マップ広すぎません？これ絶対危ないゲームですよ。迂闊に手出したら痛い目見る系ナンバーワンですね。オーバープラット2のような。あ、でもなんかこう、セーブはどこでできるんですかね。セーブは多分エリアごとちゃうかな。セーブというよりパスワード方式みたいなんで。だからやっぱりあの金曜日枠ですね、これは。やるんであれば金曜か土曜。これなんなんやろな、アンテナ終了まであと1分になりました。アンテナ取るとなんかこうカウントダウンみたいなのが始まるんですけど、これ93、92って、この間になんか、この間はなんか敵が見えるとかそんなんかな。来た来た。クソ、ちゃんとかわしてくる。というわけで残りニコニコの方1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方、コメントしてくれた方ありがとうございました。ちょっと一旦止まりますね。アベマの方で見てくれてる人はさすがにこのゲームやと何のコメントもあれですね、何の反応も得られないですね。よし、ちょっと枠取りをしてるんで、今日もブラウザー最大限まで引き伸ばしてできるだけチャットルーム見れるようにはしてるんですけども、よし、じゃあ行きましょう。これで OK かな。ちょっと癖になりますよね、この BGM。 あ、アイテム発見。これはなんかチェックポイント的な感じなんかな、あのマーカーは。これぐらい体力があればかなり安心。ん？ 3 つ。あ、4つ。なんかたまに勝手に使ってるような気するねんけどな。気のせいかな。あ、よろしゅうお願いします。こんばんは。いらっしゃい。今4個ありますよね。あれ？あれ？取れへんのかな、これ。最大保持所持数が4とかいう罠。
あ、取れた取れた。それっぽいですね。でもおかげで体力全開。最初にうろうろしすぎて無駄に体力を削っちゃいましたね。あ、でまたアンテナ出てるな。このアンテナは無限に湧いてくるんですかね。さっきここ行ってるし。空手家とタイムコマンドとバイオといろいろ混じってますね。ここ来てないよな。No way. あっちの道も気になるけど、まずはこっち行きましょうか。やばいやばい、吠えてる。叫び声が怖すぎる。あーちゃんあーちゃん。敵こいつらなんかロボットっぽい、なんなんやろうな。ゾンビではない感じですね。ほんまにあの空手家の敵みたいな感じ。クソ、これ扇風脚みたいなできんかな。緊急回避のためのバク転ぽいな。すごい見事なカニバサミ仕掛けてきてるけど。見てください、この華麗なバク転。あ、こうか。しゃがんでる相手にはこれ。うわ、修行したいな、これ。なんかどっか落ち着いて修行できるところないですかね。カニバサミ、足払い覚えた。足払い覚えましたね。そしてまた BGM が戻る。これ入ってきたところかな。あ、入ってきたところやな。あ、また湧いた。敵は無限に湧いてくる。犬おるやん、絶対。これでも戦闘入った時だけ、ズンツク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 みたいな。あれ？ちょ、あれ？あれ？画面外から。どこ？どこ？ちょ、あ、おっとおった。画面から消えた。僕の見てる画面からもう消えましたね、今。詰まってたらこれ完全に、見失ってます。ギャダン、足払い。ほら、あ、これは結構いい。まさかこれだけで
勝てるんではないだろうか。さすがにそれはないかな。これバイオマンよ。これはこれボディーハザードです。ニコ生では超絶大人気のゲームやと聞いたんですけどね。ああ、バク転が間に合わんだ。この蹴りいいな。わーた、わーた。ホラー成分はどこ？ホラー成分、この雰囲気全体がホラーじゃないですか。五個目さんいらっしゃい。ありがとうございます。ホラーなの？ん？ホラーじゃないですかね。これこっち来た道かな。あ、初めての道か。このゲームを配信すること自体がホラー。まあ、なかなかオーバーブラッド2を超えるような神ゲーは出てこないでしょうけどね。またなんかおるかな、これ。No way. No way. これは南極でしょうか。南極っぽいですよね。南極というか北極か、なんかこう流氷の上。わ。また神の話を。もう完全にホラーじゃないですか。神の話。10個目さんいらっしゃい。ありがとうございます。ホラータグなんて来てるから、右側に福原愛美の狼が。どんな画面になってんのやろうな。僕もそれ見てないんですよね。ちょっと見てみようかな。あ、違う。あれ、でも僕の画面では普通なんですけど、なんか周りが変になってるんかな。視聴用のあれでしか見れないんですかね。僕が見てる画面ではいつもと変わらん。ああ、やっぱりこれ見づらいな。あ、ここそ足払いか。ほら、ほら来い。移動に難があるな。これが最大ダッシュです。もしかしたらなんかでこうレベルアップなりなんなりして早なるかもしれないですけど、あれ？これ来た道かな？いや、来てないよな。来てないですね。進んでる。で、転落はなさそうですね、これどうやら。道がなければ進めないみたいな感じ？ん？割ってますよね。ボディハザード。 No way.
No way. いつになったら洋館に入るんでしょう。やばそうなとこ来たな、これ。目的が見えてこない。見えないですね。なんかそのマーシャルアーツ世界チャンピオンになって楽屋でこうバンテージ外しながらゆっくりしてたら変な兵士みたいなのにボコン殴られて気づけばここなんですよね。なんか解説してたけど英語でペラペラと、しかもめっちゃ聞き取りにくい英語で。わこ、釣りするの？釣りする？釣りゲーですか？ No way. 釣りゲーもね、始めようと思ってたんですけど、実は今日ちょっと予定が来るってできなかったですね。リアルの釣りもしますよ。13個目さんいらっしゃい。あ、13個目さんか。いつもの顔文字さんですね。まあリアルの釣りが今ハイシーズンですからね。なんか綺麗な彫像があるな。いえ、初見です。初見さん、あ、誰か倒れている。一体何が？でもなんか戦い方慣れてきたな。滑らかな動き。そうですよね。なんか下段攻撃を覚えたメスに資格はない。そうですよ。使ってるかわからんけど、使ってますよこれ。ほらほら、トバルナンバーワンみたいな滑らかな動き。ちょ、ここ無限脇やな絶対。これあかんが、早逃げんと。PS やのにこのスローモーション、ハードの限界に挑んでますねこれ。あえてこういう演出にしてんのかな、白熱のバトルは。いやでもこれちゃんと敵を意識して顔そっち向けてんのがすごいな。
たまに反対向きにステップしても、振り返り技欲しいな。そうですね、多分でもバック攻撃あるんちゃうかな。画面外、またよし、でもなんとかやっていけそうですね。まあでも気ぃつけなあかんのはこういうのたまにクソみたいな難易度高すぎる時あるんで、ちょっとビビっちゃいましたね、始めるとき。あ、これ敵の体力一応見えてんのかな、あれ右上見えてますね。竜が如くシステムですよこれ。ちゃんと敵の体力が見えて、あとどれぐらいで倒せるかがわかる。投げは、つかみ投げとかもありそうやねんけどな。なんかボタン同乗しか。うわ、このちょっとかっこいい下段とハイキックの合わせ技。一応立ち蹴りでも下段蹴りみたいなのがある感じなんかな。この鍵がどうなるんか。これバイオハザード？これバイオハザードですよ。19個目さんいらっしゃい。これボディハザードですね。あの、パッケージの裏に、パッケージの裏がクソウケるんですけど、頼れるのは己のボディだけだ。ちょっとニコ生をご覧の皆さんにだけ画面どんな感じかっていうのを見てもらいましょうか。どこやったかな。これやったあれか。バイオの肩書きすらない気が。ボディハザードですよ。みんな大好きな。まずこの衝撃のパッケージ、ボディハザード、そしてこれが説明書の裏この間抜けな大開脚してますけど、何クリスがゴリラ化した原因ってまさかこれ？そうですね。これが裏パッケージ。頼れるのは俺のボディだけだ。これは間違って親が買って帰りますわ。ブアンダムがよくやる技か。そうですね。ああ、違う。こうか。よし。実写版ガイル。ジャンクロードバンダム。あ、やべえ、バケモン来た。
待て待て、てかこれ言い間違えると性犯罪になるよね、わらわら。タイトルに釣られてきたらこれだよ。タイトルに釣られてきたら見事なバグで。待て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 、貴様には地獄すら生ぬるい。あれ、まだ奥があるんか。体の災害って、わらわら。ボディハザード、そうですね。は？この汗の拭い方とか。ほっとくとジャグリングをし始める。このクリスト・ウェスカーであブレイクハンタークリスト・ウェスカー、あ、クリスト・ウェスカーでアーさんになりましたね。ありがとうございます。よろしくお願いします。25個目さんいらっしゃい。なんかもっとこう、あ、もうちょい顔のドアップ見たかったな。ん？これ今、どっち向いて、こうか。あ？こっちやな。よしよし。No way. 飛び蹴りとかもやってみようかな。何を連続で？パス連続でやる？やりましたこれこれで一面クリアかな。スタートボタン連続、これでクリアだー。スタートボタン連続。この激しいローディング、こんなローディングバーがこんな左右に行ったり来たりするのないですよね。We're gone. ちょっとした遊び心。The name does not appear in any intelligence files. He remains an unseen entity whose motives are unclear, even incomprehensible. But I can be certain of one thing. His dream will be my nightmare. The air here is oppressive. I must push forward. なるほど。ようわからん感じですね彼は悪い夢でも見てるんだろうかみたいな、そういうことですかね。いや、これ結構な面構成っぽいですよ。何この BGM、 寝る前に聞くもんじゃないスタートボタンを押すと、ふんっていうからそれ連続。ああ、そういうことですか。それさっき始まった瞬間にその遊びしてましたね。こいつが泣いてんのか。ふん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 、もうええって。あ、でもこれパスワードどうすんのやろ。まさかゲームオーバーなるまで、ゲームオーバーなるまでパスワード取れへんとかいう感じかな。
それともまだ一面すら終わってないんか。わっ、何この、うわっ、死亡遊戯ですよこれ。やばいやばい、このあのシェンムに出てきたあいつみたいな。ドンスイン、フェイル。こっちなんかアイテムあったんじゃん。あれ、ヨービジネス？ヨービジネス？ああいうビジネス。なんか修行してる声が聞こえるな。はい。なんかアイテム、ああこれこれ。のサイトシーン。のサイトシーン。ビジネスなんて言ったらもう余計ややこしいですからね。全部サイトシーンで OK ですよね。このバイオの回転式の向き変えってレスポンス悪いよな。うん、そうですね。浮いてる。終了まであと1分になりました。はい、というわけで、ニコ生の方残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方、コメントしてくれた方、ありがとうございました。通訳取りたいと思います。ちょ、こいつらこの戦闘終わってから通訳や。これでもなんかアイテムコンプリートせな新エンド見れへんとかありそうな雰囲気ですよね。はっはっはっ、やばい、敵がめっちゃ強くなってきて。あれどっちや、これか。なんか画面止まってるように見えるの。全何面ぐらいあんねやろ。てかパスワードの取り方がわからないですよね。やっぱりあれなんかな、ゲームオーバー一回ならんとパスワード取れないとか、そういう昔ながらのファミコンスタイルのパスワードの取り方かな。よし、これで OK ですね。はい、じゃあ再開します。でもここはマップが分かりやすそう。なんかハンドグローブみたいな。ちょっと説明書見ていいですか。アイテムが、アイテムを見つけたらブレイクを近づけてください。自動的にそのアイテムを取ります。映ってないよ。あ、うつ、あ、そうか。いちごめさん、ありがとうございます。あ、さっきの電波、電波のやつ。隠されたパワーアップなどのアイテムを探し出します。効力にはタイムリミットがありますから注意してください。隠しアイテムが出ている間、存在するエリアマップは青くなっています。
パワーグローブ。これが今持ってる多分パワーグローブですね。強力なダメージを与えることができ、効力が持続している間ブレイクの手は紫色に変わります。効力にはタイムリミットで、鍵がロックされたドアを開けます。複数集めないと開かないドアもあります。またドアとも限りません。回復と、マップビーコン、それぞれのムーンで4分割されたマップを見ることができる。どういうことやろ。ああ、この一面のことをムーンっていうみたいですね。さっきがアイスムーンで、今がガーデンムーン。サンクタムのガーデンムーンに見える。修道院や穏やかな運河、美しく整えられた庭園、巨大な壁の向こうの瞑想的な人々、これらはすべて向こう見ずな侵入者を狙う罠なのである。いろんな世界を渡り歩くっていう感じかな。今さらこんな説明書を見てもちょっと、また寝る前にでも熟読しておきます。あ、こっちはやっぱ入られへんのか。回復欲しいな。やる気満点、やる気満点ゴリラがいてますよ。そうですね、ここはガーデン、ガーデンのエリアらしいです。はっはっ、少林寺36棒。こいつら手でかない。やばい。まだおるんか。こんばんは、ジド。JD さんいらっしゃい。こんばんは。ありがとうございます。クソ、まだおるやんけ。これなんていうゲームなんですか、わら。これボディーハザードですね。タイトルに偽りなしですよ。ここなんかエレベーターっぽいねんけどな。面白そう。謎だらけですけどね。Fight, Captain, and then you may leave. オブジェクト透けてますけど。ファイトキャプテンなんたらかんたら。No way. はい。まあ多分これあれですね、サイバニティックエンパイアやってた枠でやることになると思うんですけど。はっはっ。この面でも回復出えへんな全然。
そんなとこからなんとなくケルナグールを思い出します。そうですね、ケルナグールとかまあ空手かもこんな感じでしたけど、 3D 空手かって感じかな。主人公はマーシャルアーツの世界チャンピオン。なんかね、ある日試合やってて、その勝った後に楽屋で休憩してると、してる時にこう謎の男に襲撃されて、気づけば氷の世界で目覚めた。ちょちょ、回復マジでないここ。どうすりゃいい。あ、これ清流塔とかありますよ。これ取って攻撃できんのかな。いやでもあれか、信じられるのは俺のボディだけって書いてありましたもんね。あ、ここアイテム、アイテム庫。ちょっと何言ってるかわかんないですね。大きすぎやしませんか。何が大きい。ああ、清流変月草。ん？あ、やっと回復。こいつらの出現の仕方、間違いなくこれ人外、人外ですよ。あやかしの類ですねこれ。やばい、ここ絶対長いしたあかん。あ、こういう回し蹴り、回し蹴りできる。ほらほら、あのファミコンの北斗の拳2の時のあの蹴りみたいな。あ、違う、これなんやろ、これなんやろ。なんか知らんけど使ってもうた。あ、服紫になった。紫の方が強いみたいなことなんかな。まあでもこれも多分臨時の、臨時というか一時的なパワーアップっぽいですね。あ、でももう鍵か。実はぬるいんですかね、このゲーム。説明がないんですね。説明は、あの、ステージの最初に説明あるんですけど、全部よくわからん英語で、まあ僕が英語わかってないだけですけど、英語で説明はされてるんですけどね。多分でも説明書にそのあれが書いてあるんですけどね、読んでもいいんですけど。あ、こうか。あとは行ってないところ、氷のステージはほぼ一本道でしたけど、ここはあれかな？そうでもないな。まあでも回復取れたんがでかいですかね。嘘嘘。バイオ特有のあの廊下に出てくる犬。これ猫かでも。音が怖い。
ガダガダガダ。まだおるな。消える時の黄色とか紫のボヤボヤは何なんだろう。あれ何なんですかね。なんかこ多分これなんですけど、この63どういう効果があるんか。でもなんかこうステージクリアしてもリザルト画面みたいなのは出てこないですね。カレー草じゃよ。カレー？あかんないでしょ。臭い玉みたいな。行き止まりやったな。でもあっち行ってみるか。あれ、なんか今変なアイテム使ったかな。そうでもないか。歩き方ゴリラすぎる。BGM の中にこうピッて入ってるんか。これちょっと走り方がオカマっぽいな。よし、ここで回復できる。回復アイテム最大持っていけるのが4つまでなんで、まあ4つ過ぎたら使っていってもいいって感じかな。常に4つ持っておきたいって感じですよね。すみません、面白そうって言ったんですが、はい、撤回していいですか。いや、こう面白いですよ。神ゲーですからね。これ普通にやってておもろいです。撤回しちゃっていいんですか。また神の話面白いです。面白いでしょう。このサボテンダーは一体何なんやろう。これもたまに出てるけどアイテム欄には反映されてはないですよね。パワーアップアイテムかなんかなんかな。あだあだあだ。うわ、この回し蹴りめっちゃいいな。上を押しながら今首の位置がおかしく、スライドキック。多分敵を常に意識して見るように設計されてるっぽいですね。これまるでサッカー選手のようにこう首を振りまくって常に敵の位置を把握してますよ、これ。うわっ、投げ技。こっちも投げたいのに。これでも、これは、そうですね。これは、ボディハザードです。20個目さんいらっしゃい。ありがとうございます。シリーズですね。バイオレンスシリーズですね。ヤバイオシリーズですよ。わらわら。いや、れっきとしたボディハザードですよ。さっきも出してましたけど、あ、閉じてもうたな。れっきとした正規作品ですよ、これ。ボディハザード。あ、やばい、敵が。最小化しといたらいいねな、これ。いつでも出せるようにボディハザード。銃に頼らない己の肉体のみで進んでいくこの男です。こういうオブジェに何か隠されてるとか、
ないんだ。これ小学生が騙されて買ったら血の涙流すね。そうですね、血流を流しますね、ブラッディティアーズ。この猫、猫うるさいねんな、こいつ。ゾンビ猫。これいくらなんやろ、定価書いてるかな。5800円ですね。驚異の激安。5800円ですよ。囲まれた。突っ込むしかない。おら、わた、わたわた。アマゾンに新品中古1円。いやー、まあそう、そうでしょうね。妥当な値段やと思いますけど。これ何やったっけ、さっき見たんですけど。ヒューマンなんですか。ヒューマンですよ。神ゲーメーカーヒューマンです。それぞれのムーンで4分割されたマップを見ることができる。ゲーム進行には欠かせない便利なものです。全部探し出しましょう。これがもしかして新エンドのためのアイテムなんですかね。こんなゲーム作ってるから潰れたんじゃ。マップ、いやでもヒューマンは神ゲー多いですよ。ファイプロとか、ファイプロとか、あとはファイプロとか、うわやばそうな。あ、アイテム、アイテム、アイテム2個。まあトワイライトシンドロームとかもあれヒューマンですね。トワイライトシンドローム、突っ込まないよ。突っ込まないですか。まあでも事実ですからね。あとはザ・コンビニシリーズか、ザ・ファミレスもあれ一応は多分ヒューマンですね、元は。ちょ、見えんところで戦いたくない。ちょ、見えん見えん。危ない危ない。ストーリーが売りの会社だと思うんですが。うん。あと、あれか、夕闇通りとかもヒューマンでしたっけ、確か。まあ、あれも多分数少ないだけで、無駄プレミアですけどね。スーパーフォーメーションサッカーとか死ぬほどやりました。ストーリーがないゲーム。いや深い深いストーリーがあるはずですよ、これ。ボディハザードには。このね、なんか紫の木の枝みたいなと、あとは黄色い木の枝みたいな、これ説明書にも書いてないんですよね。何のためのもんなんか。攻撃力アップとかやったらいいんですけどね、集め買いがある。これか。あ、違うな。あ、これバック攻撃。
バック攻撃、これですよ多分。ほら、なんとこのブレイクハンター、持ってる技は全部で50を超えると言われてる技のスペシャリストですからね。重そうな赤玉なんなんやろ。ゲーム上表現できない蹴りの軌道が微妙に違うとかじゃないでしょうね。え？蹴りの軌道が微妙に違う？どういうことですかね。一応その狙っては出せる感じですよ。上段回し蹴りキックと、あとは普通のハイキック、二連ハイキックみたいな。これだから最初に修行ステージを用意しとくべきですよね。No way. 回復の必要はない。もったいない気するけどな。わかった。これ鍵集めてさっきのあのエレベーターみたいなとこ行くんかな。ちゃうか。うわこれも一回使おう。うわやばい、左手からドラゴニックオーラが。ドラゴニックオーラ出てますよこれ。ブログみたいなところで散々な言われようですねこれ。当たってねー、わら。はっ、敵がねちゃんとかわしてきますよね。うまく。あ、こうや。よしよし、これで無駄なく回収できそうやな。その人曰く、クソゲーという言葉を軽々しく使うべきでないと私は思う。うん、いい考えですね。そう、やっぱハードル下げすぎたらダメなんですよ。 No way. ちょっとむずいとね、クソゲーとかって言ってしまいがちなんですけど、そこはねグッとこらえて。その上ではっきり言える、このゲームはクソゲー。まあどっかね、一箇所でもこう愛すべきポイントがあればもうクソゲーではないですね、僕の中では。増えた。あ、宝箱ある。愛すべきクソゲーと聞いて、愛すべきクソゲー、こんなの笑いますわ。サネさんいらっしゃい。
こんばんは。あ、でもまあもうそろそろあれかな。でも動きも滑らかやし、割とやってて楽しいですけどね。あだあだあだ。ゲームっていうのは面倒な部分があってもいいところというのはどこかにあるものだ。終了まであと3分になりました。あれ、これ罠やったんかな。宝箱が消えた。煽りとしてクソゲーという言葉を使われることはあっても、それはクソゲーとは言い切れないことが多い。その上で言える、このゲームはクソゲーだそうです。重ねてきますね。あ、間違えた。わらわら。 No way. No way. まあでもほんまにおもろない部分ばっかりやとやる意味がないですからね。和骨コピーノミネート作品プレイ実況ですか。47個目さんいらっしゃい、こんばんは。こんな時代からそんなんあったんですかね、クソゲーオブザイヤー。わこ、クソゲーなの。いや、そうでもないですよ。ヒロさんいらっしゃい。普通にやってておもろいです。神ゲーですねこれ。言うて楽しんだもの勝ちですよ。そうそう。うわこれクソゲーやわ。でもクソゲークリアしたいから無理やりやろうみたいなんやとやっぱ意味ないですよね。私は楽しいですよ、わら。終了まであと1分になりました。そう、でもまあ常々言うてますけど、僕の中ではこうクソゲーオブザイヤーに選ばれると、まあ、クソゲーではなくなるんですよね。もうみんなが知ってるという意味で、ほんまに日の目を浴びないクソゲーって、ラストアクションとバイオの操作本質が致命的に合ってないな。初見、不思議なゲームですね。そうですね。54個目さんいらっしゃい、こんばんは。ボディーハザードですね。うわぁ、来た来た。もう鍵取ったらこいつら来るみたいなのも分かってきましたね、だんだん。あた、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 あた。このでもバク転アクションとかかっこいいですよ、この。ほらほら。ほら。バク転した後のこの、一回転、そばっとみたいな。やばいやばい。なんか詰まってる。これスローモーションのターン来ました。やばい。うわだうわだ。お遊びが過ぎたようだな。あ、しまった。ニコニコの方終わってました。まあいいか。次枠取りましょう。ゲームに夢中になりすぎてて。あれでもこれ残り1分って出ましたっけ？あ、出てるな。はしゃぎすぎたな。
少々お待ちを。まあ、アベマの方もあと30分で終了予定ではいるんですけど、でもやっぱり1面は結構長いかな。これどれぐらいかかってるやろ。2面短そうに見えてやっぱり結構長いですよね。大丈夫かな。はい、それでは続きやっていきますすいません、ちょっとさっきあれですね、ゲームに夢中になりすぎてニコニコの方枠終わってるの全く気づいてなかったです。よし、じゃあ行きましょう。タイトルには偽りはないですが、詳細は偽りですね、はい、詳細は偽り、なんでですか。つまりありますかね。超絶大人気でしょう。これだって。超絶大人気なはずなんですけどね。超絶大人気ですよ。JD さん、ニコメさんいらっしゃい。ありがとうございます。だってアベマの方では累計ウォッチ数1630ですよ。超絶大人気ですよ。あ、そうか。いや、参ったな。ま、ちょっと超が一個抜けてましたね。そこに気づくとは。一人で、はいとか言って。しっかりしてくださいよ。そうですね。忘れてましたね。でへ。おら、あだ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 。しかしシュールなゲームですね。でもこう淡々とこう格闘を繰り返していく。怒りは超絶大人気。怒りは超絶大人気。マドハンドがほんまにラジコン操作なんです。ラジコン操作、あ、上押したら前進ですね。これかかってきなさい。はっ、見事なコンボ。己の肉体のみを信じて突き進むこの主人公、ブレイクハンター。なかなかかっこいい景色ですね、これ。この戦い終わった後のこのふんがふんがしてそうなゴリラ歩き。あ、これ一周回ったな。あれか、真ん中に道があるんか、もしかして。今こうか。BGM もこうちょっと和風チックな。
ここここ。ここなんかありそうなんですけどね。ガゴーンみたいな。地下に行けるわけではない。やっぱ真ん中か。真ん中に道があるんかな、ここ。なんかステージ的に俺鹿の、なんとか、俺鹿のダンジョンみたいな感じですよ。え？道ないねんけど。鍵一個取り逃してんのかな？それともこうくるっと回ってきたところにあるんやろか。和風なのに英語。まあこのステージだけっぽいですけどね。このガーデンのムーンのみ。この銅像、半周回すとか。そういう謎解きはなさそうですよね。どっかまだ行ってないところがあるんか、行った後でも、行ったところでも鍵を取り逃してるとかっていうのがありそうですよね。私の敵ではない。やばいやばい、ダルシム来た。ん？これまっすぐ行っても行き止まりか。あれ？ここまだなんか取ってないところがあるんかな。マップが赤くなるってことは、多分アイテム全部取り切ってないって感じですよね。No way.オカマダッシュ。あ、でも、あ、そうか。この、あれか。回復アイテム取ってないだけかな。このゲームセーブできないんですか？いや、一応パスワード式なんですけど、どうやったらパスワードが出てくるんか、わからないんですよね。パスワードなんですね。そうですね。メモリーカードの必要がないですよ。だから、うわ、PS1 のメモリーカードなんかないわ、なんて言う人にも。プレステでパスワード。そうですね。メモリーカードなんかもうとっくの昔に捨ててもうたわっていう人にも、ぜひおすすめの一作。プレステのゲームでパスワードって初めて聞きました。珍しいですね。まあ、ないことはないんですけど、少ないかな。
囲まれん限りはかなりこっちの方が強い。ここがなんか青色になってるけど、あれ？この宝箱さっき、ちゃうか、鍵が足りひんのかな、これ。先ほどのブログの一部ですが、はい、ゲームのほとんどの説明を説明書に頼っている。うん。あれ、あ、それやっぱ合ってるか、ここやな。ここ道の、そのくせ説明書の翻訳が雑。翻訳が雑、確かに割と薄い説明書ですよね。あ、これで中心部に行くんか、わかったわかった。貴様のパンチを見切った。これ何年やろうな。説明書は全部目を通されましたか？いや、まあこうパラパラっとは見たぐらいですかね。まあこれもずっとずっとやろうやろうと思って置いてあったやつですから。なんかムーンの説明とかは いろいろ書いてありましたよね。その最初に多分英語で喋ってる文章を、ありのままに起こったことを話す。最初のあの英語の説明が多分日本語訳で書いてあるページがあると思うんですけどね。その辺ちょっと後で読んどきます。あれ？ここ実はいけるんかな。窓からすげえ羽ばたきの音がしてなんだと思ったら、あー、窓に窓にカブトムシ、カブトムシが、鍵。僕も田舎育ちなんで、夏ですね。結構な頻度でありますね。網戸バチンなったと思ったらカブトムシ引っかかってるとかっていうのは。甘い匂いに誘われた私はカブトムシ。ワコです。いらっしゃい、ネロさん。いらっしゃい、こんばんは。今日から新ゲームですよ。ボディーハザード。あ、真ん中にも鍵何個あんねん、ここ。てか何周もしてないか、これ。不要に飛ぶとはバカなやつね。ファチャー。
ややこしいから無視でいいか。ああ、でもこれ一周回ったな。ん？どういうことやろ。やっぱり謎解き要素もこれ入ってきてるんですかね。届かないな、これ。どっかから入れるとこないかな。この池の中心部に行ってみたいんですけど。No way. No way. アイテムある以上絶対これ行けるはずなんですよね。どうにかして。No way.あれ？こっちさっき行かなかったでしたっけ？一瞬回っただけか。あ、ん？こんな道ありました？最初からこんなんあったっけな。見てなかっただけか。うわぁ。やばいやつ来た。ドラゴニックオーラ。うわっ、わだ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 。やばい、さっきの巨人より全然強い。ドラゴニックオーラのおかげでだいぶ削れたな。やばい。やったぜ。よしよし。あ、アイテム取りこぼしありそうやねんけど。これこれ、これを全部集めなさいって書いてあったんですよね。No way. で、一面さっきあれどうやってクリアになったんでしたっけ？ボス倒したらクリアやったんちゃうんかな。あ、鍵あった。No way. No way. No way.道あるやん。最後に一匹残ってんのが気になるな。まあ、多分あのさっきのエレベーターみたいなところ行けば終わりじゃないんかな。No way.
また一周ぐるっと回らなあかんか、これ。そういや、カブトムシで思い出しましたけど、みんなポケモン GO やりましたかね。ポケモン GO もうお腹いっぱいって感じですかね。僕まだ全然やってます。僕まだ全然集めれてないんですけどね。主人公がリアルすぎて。ああ、主人公がリアル。23個目さんいらっしゃい。 No way。どっちから行くのが近いやろうな。まあいいか、適当に進むか。こっち回りで行くか。でもまだレベル3。あ、僕もそんぐらいちゃいますかね。なんかでもみんな家にポケモンめっちゃ出るとかって言うけど、全く出ないですけどね。田舎やからかな。家の中でポケモンなんか見つけたことないんですけど。しかもなんか汚いポケモンばっかりで。田舎は少ないらしいですよ。田舎少ないですよね。まあ、あのなんかスポットとバトルのところは近くにありますけど、でも近所でこそやんの恥ずかしいですよね。あれ、臭い花とか出ましたか。臭い花は出てないかな。毒系が多いような気しますね。名古屋の鶴舞公園っていう場所がありまして、はいはい、ダニポケモンとかゴキポケモンなら家に出るよ。ダニポケモンとかゴキポケモン、それリアルポケモンの方ですかね。昨日深夜3時に人だらけだったらしいです。あー、なんかそれツイッターかなんかで見たかな。人がうじゃうじゃおって、なんかそこにレアポケモンが出たとか出んかったとか。何年か前はお家がない人だらけだったんですが、名古屋はいいよ。やっとかめ、やっと亀？おお、はいよ。おお、職場の近くでやんのもなんか嫌やしな。かといってポケモン GO のためだけになんかどっか行くのもあれやしなっていう感じですよね。いや、ここもまた無限湧きか。これすぐ出た方がいいな。でもなんか京都はすごいらしいですね。京都はすごいって聞いたな。さすがにお膝元。まあ寺とか多いから余計なのかな。聖地ですね。本社前とかで捕まえられるんかな。ちょっと前ね、久しぶりのあの任天堂本社
通りましたけど、あの綺麗になってからの。めっちゃすごいですよね。あれ？どこやったっけ？あ、こっちじゃないや。こっちか。No way. これが謎解きと呼べるんやったら、まあ一応謎解きもありますね、これ。バイオっぽく。これでスイッチ入るはずなんですけど、鍵は、あれ？あ、鍵なくなってる。え、なんで？No way. あ、なんで鍵なくなってるんやろ、あれ。なんとかキャプテンって言ってましたね。やりました。もうみんな寝た？みんな寝てるかな。あ、ちょうどでも時間ぴったりですね。パスワードどうとね。ゲーム中のシステム画面に現在プレイしているステージのパスワードが表示されます。ゲーム中のシステム画面ってどこ？ゲーム中のシステム画面ってどこやろ？ストライクってポケモンいたので捕まえた。あ、いいなぁ。僕、ストライク、好きやったんですよ。and brought them under his control. He has apparently mastered the ability to extract information from one mind.Transferring it intact into the mind of another living creature. Morgoon's new beginnings will be mankind's end. 現代がパーフェクトウェポン。あ、そうなんか。あ、またジャグリング始めましたよ、これ。暇すぎて。こっち向いてやらせようか。なんかクリーチャーがどうとかこうとか言ってましたね。ポーズ？ポーズじゃないよな。システム画面ってどうやったら出せんのやろ。さっき、You are perfect weapon って敵っぽい声が言ってましたね。You are perfect weapon って、なんかそんな、あ、パーフェクトウェポンか。ん？スタート？あ、これ？これ？これ。あー、気持ちいい。この上がパスワードってことですね。よしよし。さあ、ネスノートに。一応、まあ、ピロリにしとくか。あ、JD さんってこのゲームのプロなんですか？もしかして。プロいてました？あ、そうか。デスマスクの存在を全く忘れてたな。いや、違います。サイバネティックエンパイア以来やと思ったら、デスマスクそういややってたな。すっかり忘れてました。デスマスク、わらわら。明日朝起きたら、エンジェルディボイドに顔が変わってるかもしれん。バイオハザードじゃない、ボディハザード。ボディハザード。これは3面かな？うわ、1面ごとにパスワード取っていったらよかった。スタートボタン押してからセレクトボタンでこのシステム画面開くとか、
なかなかないですよね。丸、四角、四角、三角、三角、丸、三角、四角、丸、四角、四角、三角、三角。あ、終わってもうたな。終わりの挨拶せずに終わっちゃいましたね。というわけで、アメバ TV、アベマ TV フレッシュをご覧の皆さん、いるかどうかわかんないですけども、とりあえず、ここまででセーブして、セーブというかパスワード取ったんで、ここまでで終わっておきたいと思います。で、次回またいつやるかどうか、いつになるかわからないですけど、まあ、続きやっていこうと思うんで、見かけたらまた見に来てくれると嬉しいです。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。そしておやすみなさい。最後はこの主人公、ブレイクハンターのお手玉とともにお別れしましょう。ほなまたね。